すごい面白かったんですけど、YouTube。はい。江本さんの悩みが、はい、まあ、こういったおこがましいんですけど、割とアマチュアにも共通するような、まあ、カットに入って、開いて、はい、返さなきゃいけなくて、みたいなところが、結構アマチュアにも刺さる部分ではあったので、すごい面白かったんですけど、うん、でも横田さんって今までって割ともう感性全開、うん、自分でもさっきやんちゃって言ってたけどやんちゃな感じでやってたのを、うん、もういわゆるどっちかっていうとマシーンみたいにする作業、うん、とも違うんですね。だからそれでいくと内藤さんとかはそういう感じで、うん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 、内藤さんとあがちゃんに、うん、まあ教わってて、うん、まあ、あの時はすごい動きながらぎこちなかったけど、うん、まあ結局シード落としたんで、うん、まあもう自分のことを解体しようと思って、うんうんうん、一回ぶっ壊そうと思ったんで、中田さんとアラちゃんに教わって、うん、まあ、あの時はおかげですぐ2回優勝できて、うん、すぐチャレンジでね、シードを取れて、うん、すごい2人にも感謝してるんですけど、うん、まあ、やっぱり教わる時は自分のモチベーションも高い時だったらしい、うん、あと井上徹さんはね、うん、自分が一番調子良かった頃に教わってたんですけど、うん、あんまりこうべったりつくのは僕はあの時の思いはあんまり嫌だったんですよ、うん、でスポット的に調子悪くなると、うん、こう僕はスプーンスリウッドで球が捕まらなくなるから、うん、そういう時に捕まらないんですよねっていうとすごくいい品、うん、この引き出しをポンと出しているので体重揺すりまくってみてくださいとか言われて、え、揺すっていいのとか思って、でこう揺すりまくったらバーンと当たったとか、だからこうまあまあそういう感じではあれしてる。で内藤さんはすごくいいのは、こう極めてプレイヤー寄りじゃないから、うん、いうことが一貫してるの、うん、常に、うん。もうエズレさんとは真逆の人。で。成田さんは右向いてるよとか、うん、すげえ、うん、でその時は僕はいや分かるけど向きたくなっちゃうんだよな、だけどまあ右向いてるんですね、ちょっと左向いてやってみなって言って、うん、まあ左向いて打ったらなんかすっげえ気持ち悪いんだけど、あ、なんか良くはなってくるんですよ、うん、あこれすげえいいことを教わったような気がするな、気持ち悪いな、でも良くなってるな、やっぱ基本は大事なのかなみたいな、プレイヤーの気持ち無視してるわけじゃないんだろうけど、まあ、結果良くなってましたよ、ね、で、あの頃は、内藤さんが教えてる選手みんなね、丸山さんも含めてハーフスイングばっかりやって、久保屋とか、久保屋そのなんか、まあ、矢野東とか、うん、平塚とか、うん、川野望さんとか、丸山さんもピリツァで参照したし、うん、あの頃全部教えてたんですね、うんうん、まあ、ああやってハーフスイングやんだなみたいな、うん、まあ、そんなの見てたですね、うんうん、であとは世界で一番すごいと言われるレッドベターに日本人が教わりって帰ってくるじゃないですか、みんな初めにグッてコックして、うん、みんな同じなんかローローローみたいなやってもう大してその人自体のスキルが上がったようにも思えなかったから、うん、なんかそのティーチングの世界を、まあ、バカにしてたってわけじゃないんだけど、世界最高峰の人が見てこんなもんでしょ、僕らが若い頃はまだなんかゴルフが下手な人にあんま言われたくないなみたいな思いも あったし、多分それだけティーチングプロも育ってなかったんだけど、谷さんとかは慎吾とやり取りしてもう熟しきってん、熟成してんのよ、いろんな多分こうやり取りの中で、でやっぱ僕がなんで谷さんにうわこれだったら俺いけるって思ったのは、僕は谷正樹デジタル10カットスイングの DVD とかも見てここはここじゃなきゃいけないみたいなとこに一個一個、まあ、当てはめる、うん、め
めんどくせえ絶対無理って思ってた。誤解、それはね、だから誤解なの、うん、あれは、うん、教材の仕事としてやってたから、うん、それが真逆、真逆まではいかないんだけど、うん、というのをその YouTube で、うん、あの慎吾と一緒に いたのね、うん、ふと、あ、で YouTube ネタとして谷さんに、あ、ちょっと今度やらせてくださいって言って、うん、あのいろんな人も挙げてるから、それでやらせてくださいって別に、あのそっから入ったんですよ、うん、でもまあ興味もあるわ、うん、それは片山慎吾もこれだけの成績を収めてるのかな。で、この慎吾をどういうふうに育てたかっていう話を聞いたわけです。そしたら、うん、マスターズのね話から入ってドローが、うん、さらに打てなくて、うん、13番で池入ったと、うん、でその前に刻もうかって慎吾がアプローチしたにもかかわらず、うん、どういうこんなつま先上がりって言ったのが、うん、全然つま先上がりもかかわらず捕まらないで右に池入ったと、うん、だから言ったじゃんみたいな、うん、でそっからドローに真剣に取り組んだと、うんうんうん、で僕も確かに今球は捕まらない、うん、ドロー目っていうか捕まる球を打ちたい。でその時に何をやったんですか、うん、そしたら慎吾にまずアプローチしながら、じゃあありきたりだけど、うん、フグリップにしましょう、うんうん、まあそれはもう気持ち悪いと慎吾に言ったと、わかる、そんなんグリップとか変えれないしみたいな、わかる、ここでこうやってね、フェイスをちょっとシャットにやっていきましょうっていうのも、それもまず却下、気持ち悪いと、同じだなと思って、で何やったんですかって言ったら、慎吾にはあの 黙ってそのアライメントスティックを係やったらしいんで、その時にちょっとこう右に向けて、でそうすると選手はまあそこに構、あのターゲットには構えてるけど、まあ、そこにラインあるから自然に締めてドロー打ってくる、うん、あすげえ俺そういうのやりたいなっていうか、そのあいいと思って、そうやったらできるよと思って、だからこう、なんていうんですかね、誤解してたんですよ、デジタル転化とするの、あまりにもその感性が鋭すぎて、すぐできちゃうじゃないですか。そうですね。そこが、すぐできちゃうところは、ちょっと YouTube 的にアマチュアにあんまりちょっと参考にならないできないから、見てる人たちが。いや、本当、できるとできない人も分かれますよね。うん、本当に。で、ヨガさんもできる人のもう最先端みたいな感じなんだ。だからがゆえに、こうちょっとこう、まずいと思ったらスッっていうのが人一倍お上手、うん、そこが得意分野っていうか、そこでなんかこううまく合わせられるっていう感じだったのかなと思うんですよ、うん、でもやっぱ原因があるからそれをやると思うんで、うん、その原因のこう、諸悪の根源というか、もう元をこう取っちゃったのがいいじゃないですか、うん、なんかどっちかというと根治したい感じなんだ、だましだましこうやってるよりもちょっと元を元取っちゃうんで、うん、後々楽になれば、うん、どっちの方が楽なんじゃないかなっていう。でも谷さん的には一番最初に提案したそのストロンググリップにするとかっていう慎吾、慎吾、うん、まあ横田さんにもなのかもしれないけど、横田さんには別にそれはいやいや、もう全然そういう系あれじゃなかったんで、初めは、うん、どういうふうにやったかっていうので、うん、慎吾の話をしてて、うん、はい、うん、でちょっとスティック右に向けていくっていう話から、うんうん、ヨガさんが、おそれ面白そうだねっていうところから、うん、導入なので。で、ヨガタさんのペースの、あのローテーションの大きさが消えてったのって、ヨガタさんの場合は、もうバックスイング直して、そしたらダウンスイング自然にこう、いいところから入ってきて、それに伴って、いや、初めちょっとやっぱり右向いてもらったんですよ、同じように。で、そうするとやっぱり、こう、ちょっと捕まえ、感性が多分、すごいうまく使えるかなって、うんうん、使えるかなって申し訳ないんですけど、うん、かなと思って、うん、そしたらやっぱこうあの女ちょっとこう捕まえる作業が出てきたんだ、来た来たっていう感じ。そこが、うん、そう右に吐き出すっておっしゃってて、うん、右に吐き出すように振らせたらローテーションもあんまり開いてこなくなるっていうのが、でそこで返しちゃう人もいるんですよ、うん、そこを捕まえようとして、うん、だけどそこを返さないようにやりましょうっていうのをちょっとプラスアルファで、ね、
オプション入れたんですけど、そしたらもうすぐにこっちで捕まえてきたんで、なんかアマチュアがそれやったところで吐き出しながら思いっきりフェース開いてドシャンクでしょうね。そうですね。ドシャンクは右プー、右プーの、ね、うん、だからまああくまで横田さんに向けてのじゃないですか。どうなんでしょう。でも僕スイングアマチュアの人たち作ってもらった時に大体こう右側にまず打ってもらいますからね、うん、まずとにかく右側に打たして右に行って捕まん、右に行っても捕まるんだっていうことを僕はあの先に脳にこう脳とか体に染み込ませてもらうんですよ。だから大体スイングの作り、あのプロも含めて初めインアウトで、それこそ昔米山さんとかそうですけども、めちゃくちゃインアウトに振ってもらって右に出すけどねじんないで捕まえてくって、ねじらないドロー、こすらないフェードっていうのが僕はなんかいいなと思ってるんで、そういうのをやってます。そこは大事なんですね。結構まあまあ重要です。まあまあ、とにもうこういうふうに入ってきた人は特に、そうです、もう切りがなくなっちゃうね、うん、そこを直さないと、はい、どんどん左向いて、せっかくこうなるじゃないですけど、どんどんめくっていっちゃう。で、フェースマン管理はじゃあ後から、フェースマン管理は自然にあればラッキーって感じですし、なんなかったらどういうふうにしていくかっていう感じなんじゃないですかね。でもみんなそうと思いますけどね、うん、僕らのコーチの人たちって、いや、なんかもう単純にそれこそストロングに握っちゃった方がいいのかなって、そう、あのそれはあのプレイヤーがどういう感じかだと思うんですよ、うん、だからこうそういうのが嫌いな人に無理やり押し付けてももうやらないじゃないですか絶対、うん、なので初めのこうディスカッションっていうか大切かなと思うんですよ。人それぞれなのかな。それができる人はそうやってもいい。全然全然もうそういう方が嬉しい、そういうのがもう楽っていう、決められた方が楽っていう人もいるんで、はいはい、どうですか横田さんみたいな感性の塊を教えるっていう。いや、なんか僕は新しいの面白いです。あ、逆に面白い、面白いって言ってですよ、ね、こんなすごい一発でできちゃう。そうですね、どっちかっていうとこう一つ一つこう、うん、重ねて積み重ねていって、うん、それを固めていくっていうのが多かったですけど、うんうん、こういう感じはなんか新鮮ですね。なんか異常に進みが早いじゃないですか。そうですね。そういうことだって片山慎吾さんはこのシャフト1本分変えるのに何ヶ月かかるって、はい、そうですね、1週5ヶ月ぐらいかかりますでしょ、はい、それが1回で治っちゃうっていう。そうですね、そうですね、なので、まあ、怖いっちゃ怖いですね、うん、はい、ということでこの続きは、1月何日発売ですかね。21です。1月21日発売の月刊ゴルフダイジェスト、そちらには分かりやすく集約してまとめていると思いますので、そちらをご覧いただければと思います。